ボイストレーナーは音大出身や資格がある人じゃないとなれないようにした方がいいと思いますか？そんな大きいこと言える立場にはございませんけど。ただ確かに誰でもなれるから、重要なのはこれはちょっと難しいかもしれないけど、習う人間が結局判断しなきゃいけないと思うんですよ。あ、生徒さんが？生徒さん側からちゃんとこの人はちゃんとした人なのか、ちゃんとしてない人なのかっていうのを判断して動くしかないですよね。だから音大出てでも、なんなら優秀な歌手でもポンコツいっぱいいるから。ポンコツいっぱいいますよ。教えられない人いっぱいいます。いっぱいいますね。だから一概に言えないんですよね。だから音大出身だからいいってことでもないしね、うん、音大出身でももう本当みんな違いますからね。みんな教えること違うと思うし、みんな価値観違うと思うし、習ってる先生がやっぱりみんな一緒じゃないんで、結局音大出身だったとしても。そうするとやっぱり価値観もずれてきたりするんですよ。だから結局そこら辺も含めて、資格があろうがなかろうが、音大出身であろうが出身でなかろうが、ちゃんと自分で判断して先生をしっかり探すっていうことが重要になってくると思いますね。本当に物差しでしかないよね、資格っていうのも。そうですね。その資格取ったからってその後さ、何年も免許とかって取ってやからさ、うん、ずっと10年運転してませんでしたって言ったらさ、うん、事故を起こす可能性超わかるじゃない。そうですね。だからそう、難しいよね、資格とかいうのもね。だから本当にその人と触れて、その人がどうかっていうのは、うん、自分で感じるしかないんじゃないかな、いろんなのを見て。そうですね。でも逆に今なんかこうやって YouTube なんて素晴らしい、まあ素晴らしいかわからないけども、害もあるかもしれないけど、こうやっていろんな人のやつ見られるから、それで判断しやすくはどうなんだろうね。逆に多すぎて、どれを切り捨てればいいかがわからなくなるのかもしれない。みんな違うこと言ってるからもうわからないっていう人たちが多いみたいですよ。情報が多すぎるのもまたあれだね。すごいね、時代が違うもん。 YouTube って何って感じじゃない。でも大学1年生ぐらいの時から出始めたのよ、 YouTube。 でも便利だよね、昔の往年のさ、歌手とかのやつをバンバン聴けるじゃん、これで。いや、YouTube いいかわかんないけど。いや、やっぱ YouTube で勉強しましたもん、発声とか。そうだよね。うん。YouTube の往年の名歌手の歌をもう毎日聴いて勉強してましたから、もう。うん。まあ今も聴いてますけど。喋り声と歌声で感覚がだいぶ違うと感じるんですが、いい発声ができるようになってくると近づいてくるものなんでしょうか？そんなに気にしなくていいんじゃないですかね。近づいてくるものだとは思いますけど、でもだいぶ違ったのちょっと問題ちゃうもんね、まあ、マイクを使うジャンルに関しては、特に喋り声と同じ音域はもう喋り声じゃないですか、うん、上の方になったら多少やっぱりテクニックが必要になってくると思いますけど、それはミックスボイスとか、うん、喉を開けて出すとかいろいろあると思いますけど、喋り声と同じ音域に関してはもう喋り声のように歌うっていうのが逆に理想だと思いますよ。そっちの方がやっぱり語ってるように聞こえるし、うんうん、クラシックはそうじゃないじゃないですか。ポップスはね、うん、そうそう、ポップスとかね、喋ってるようにそう歌うのはより大切じゃないですか。そうそうそう、そっちの方が伝わったりするし。